中の居眠りは許さん。とんでもない人が先生になっちゃった。もしも最強のお母さんが学校の先生になったら。ウサギの先生また失恋でお休みしたいですって？一体これで何度目ですか？今度はうまくいくと思ったんです。まったく仕方ないですわね。早く立ち直ってくださいね。それでは、では茂雄先生に臨時で来てもらうとしましょうか。もしもし茂雄先生、あのですね、ぎっくり腰で動けない？わかりました。お大事にしてくださいね。困りましたね。ウサギの先生も茂雄先生もお休みだなんて。今日は私も外せない出張がありますし、生徒たちの授業はどうすれば。ったくヒロのやつ、あれだけ今日の授業で絵の具いるって言ってたのに忘れやがって。あら教頭先生、これはこれは猿飛くんのお母さん。いつも息子がお世話になっております。で、どうしたんですか？すごく困ったような顔されてますけど。実はですね。なるほど、茂雄先生もウサギの先生も休みで、おまけに教頭先生も出張で出かけないといけないと。それで授業ができる先生がいないんです。わかりました。だったら私が代わりに先生をしましょうか。サルトビさんが先生を？ちょうど今日は暇だったので。でもこんなことお願いしてもいいのでしょうか？もちろん、困った時は助け合いですから。ほらほら、教頭先生急がないと出張に遅れますよ。それじゃあお言葉に甘えてお願いします。任せといてください。びっくりするくらい強い子に鍛え上げてみせますよ。強い？ってなわけで、今日だけ私がみんなの先生だ。よろしく頼む。母さんが先生？まさか人手不足でヒロのお母さんが先生になるなんて。ほんとどんな学校よ。でも桃子さんの授業だなんてちょっと楽しみかも。はい、それじゃあ授業を始めるぞ。みんな教科書を開いて。はい。まずは算数の授業からだな。時速300キロで5分走った時の距離を求めようか。じゃあこの問題を、トコタくん。わかんない。あら、ちょっと難しかったかな。じゃあこの解き方についてだが、実際に私が走ってみて確かめよう。実際に走るの？とんでもない教え方だ。そこでおじいさんはこう言いました。はい、そこまで。続きはヒロ読んで。私の授業で居眠りだなんていい度胸だね。ほら、チョークで壁に穴が開いた。まだ眠たかったら飛ばすチョークはたっぷり残ってるぞ。ごめんなさい。よし、次は体育の授業だ。まずは木箱50段。50段？どうしたんだい葵くん。いやいや、50段なんて誰も飛べないですよ。何言ってるんだい。こうやってジャンプすれば簡単だろ。さすが桃子さんだわ。もっと僕たちにもできるようなもので。そうだね。だったらドッジボールにしよう。おりゃー、うこらこら、みんな避けてばっかりじゃダメだろ。きちんとキャッチしないと。のキャッチできないですよ。あれ、これでもかなり手加減してるんだけどな。これで、ほら見てみな、ヒロはしっかりキャッチできてるだろ。本当だ、さすがヒロだね。なんとか。ヒロー、そんじゃ次は軽泥をやろう。先生一人が警察役でみんなが泥棒だ。捕まらないように逃げるんだよ。わーい。結構遠くまで来れたね。これならヒロのお母さんにも簡単には。はい、捕まえた。まさかこんなすぐ捕まっちゃうとは。でも軽泥は捕まっても仲間が助けに来てくれればまた逃げられる。警察はヒロのお母さん一人だけだから、仲間が助けに来る隙はあるはず。はい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 、全員捕まえた。全く隙がない。さあ給食の時間だぞ。私が配ってやるからみんな並びな。たくさん食って大きく育つんだぞ。多すぎますって。休み時間だな。よし、みんな遊ぶぞ。お、それなんだ？私が子供の頃に遊んでたものを持ってきたんだよ。これ面白いのか？なんか古臭いでらね。なっやってみれば面白さがわかるさ。おりゃー、うわー、くらえ。うわー、裏返っちゃったでら。おりゃー、めっちゃ飛んだ。昔の遊びも面白かったな。またやりたい。楽
しんでもらえたようでよかったよ。遊びにも全力の桃子さん、素敵だわ。さて、それじゃあしっかり遊んだし、次の授業もしっかり受けてもらおうかね。さあ、次の授業は国語だよ。漢字の勉強だ。勉強不足を改善する。先生。あ、どうした？そこの漢字間違ってます。そこは全部の善じゃなくて善悪の善になるんですけど。あれ間違っちゃったみたいだな。悪い悪い。それじゃあ次は革命を起こす。いや、そこは確かの核じゃなくて川の方ですね。あれ、もしかして母さんって勉強苦手なのか？いやひょっとすると勉強なら母さんに勝てるかもしれねえな。おう、言ったなヒロ。だったら勝負だ。国語の授業は変更してテストを始める。どうしてくれるでら。ヒロのせいでテストになっちゃったでら。ごめん。でもこれで母さんに勝つチャンス。勉強だけど絶対に負けるもんか。ヒロが珍しくテストで燃えてる。ヒロちゃん燃え燃え。このテスト絶対に負けらんねえ。さっきは間違えたが、小学生のテストで負けるわけにはいかないよ。ここはわからん。小学生の問題だと思って舐めていたけど、案外難しいもんだね。はい、じゃあテストの採点するから集めて。お、なんで葵が採点すんだ。ヒロのお母さんより僕が採点した方が早いと思って。なるほど。はい、デラックス80点。まあまあデラね。次トコタン4点。やったー。やった。最後ヒロとヒロのお母さん、僕。ヒロ20点。ヒロのお母さん15点。よっしゃー、母さんに勝ったー。負けた。まさか小学生のテストで負けるなんて。この私がわからない問題も解けてるだなんて。ちゃんと勉強しなさい。ねえ、やってるってば。なんだかんだでちゃんと勉強してたんだね。ただいま。結構疲れたね。先生って大変なんだな。今日は母さんが先生するって言うからびっくりしたぜ。たまには子供たちと勉強したり遊んだりするのも悪くなかったね。あ、そうだ、ヒロこれ食べるかい。これって母さんが楽しみにしてたプリンじゃねえか。いいのか。いつも勉強頑張ってるご褒美だよ。母さん。いやー、そうなんだよ。俺結構勉強頑張ってるんだよ。だから今日の宿題はやらなくてもいいかな。言い訳あるか。ごめんなさい。ひろたまファンアート紹介。みんないつも応援ありがとな。もらったお便りは全部読んでるぞ。一部紹介してもいいよって人のものだけ紹介するよ。うひょー、どでかとこたんロボだ。紋次郎さんの工作だって。むむ、わしを作ってくれるなんていい子供もいるもんだわい。カタパッドおじさん。誰がカタパッドおじさんだ。いい笑顔のヒロだね。なんか照れちゃうな。にっこりヒロタン。以上、ファンアートやお便りの紹介でした。紹介できなかった人はごめんね。今後もお便り募集中なので、もしイラストを紹介していいよって人がいたら X でハッシュタグひろたま FA をつけて投稿、もしくはこの宛先まで動画に載せてって書いて送ってね。みんなこれからもよろしくな。だー。